完璧実力主義黙らせいたのコーチグダグダやってるお前じゃ無理やることをやって言うのが筋こんな曲誰でも書けんじゃんとかもうだ誰だってできるしょこんなのっていう風に書かれてたりしてておお言ってくるなと思ったんですけどどん,どん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 海外の人が見てくるタイミングとかでどんどんこう手のひらが返ったかのようにあのいい風なコメントが増えてったんでああみたいな。 完璧実力主義。黙らせいたの口。グダグダやってるお前じゃ無理。やることをやって言うのが筋。中身がないとか、ただのパクリとか、コメント欄書いてる悪口。貴重な時間を使ってくれてありがとう、本当に。最初に僕自身、この楽曲を、ま、あレコーディングしてて。で、そのタイミングで、ちょうどラルフのセルフィッシュっていう楽曲を、あの、YouTube でたまたま、 拝見してでそれでうわこの人めっちゃかっこいいじゃんと思ってでインスタグラム調べてでそしたらなんかもう今日渋谷でライブありますみたいな感じだったんでお行こうと思ってそのままあのそのライブ見に渋谷に行ってでちょうどライブ終わってバックヤード行ったタイミングでもう。 一緒に曲やろううっていう話をしてでそれで一緒に曲作ろうっていうのは最初になりましたね。でその後にもう一人3人でやりたいなと思ったんででもう高校生ぐらいの時にレオンとは出会っていて結構一緒に遊んだりあの飯食いに行ったりすることも前あったんで。で やっぱこの3人でやったら結構面白いんじゃないかなと思ったんでレオンに連絡してで3人でレコーディングとかして撮る形になりましたねで,でも「おっすおっす」オース「よいしょ」っていうぐらいのテンションだったんで「よいしょ」っていう感じでしたねまあ僕が最初にバース作って蹴ってでそのタイミングで あとは、二人に埋めてもらえばなと思った感じですね。で、なんか、フック、キャッチーなフックとかつけるよりかは、なんかゴリゴリにラップして、まあ自分自身もなんかラップしたいなと思ってたんで、そしたら三人とももうフックなしでひたすらにバチ,バチバチにやっちゃった方がいいんじゃないっていう風になりましたね。最初、全く特になんか、もう、 タイトルも何も決めてない状態で、もうリリックとかも全部作ってて。で、それでフックとかも入れない状態で作ってたんで、うん。で、僕が一言目に完璧実力主義って言ってたんで、まあこれは実力、三人とも実力だなっていうふうに思って、じゃあ実力でいきやって思いました <laughs>。 なん,なんで思い浮かんだんすかね <laughs> えでもなんかもう最初の段階でもう結構畳みかけるようなラップはするんだろうなっていうふうに思いながら多分作ってたんででそれだったらもう初っぱなからそこから行こうっていうふうに思ったんですかね <laughs> 曲で言う時がたまにあるぐらいですかね あんまり反応はしないですね。でもなんかやっぱり目についたりは自然とするし言われることもあると思うんで。うっすって感じですね。お <laughs> すってなるですね。は全然あると思いますね。はい。まあ英語の部分とかはわからない。英語だったり他の言語の意味はわかんないですけど、まあ日本語でそういうふうに書かれることは結構多いなとは思うんで。 ああまあ、でも、それこそ、時間使ってく、よく見てくれて、ありがとうございますって感じですね。ああ、でも、マジな話以降ですかね、は特に思いますね。最初、マジな話出した時、人も全然そんな見てなかったんですけど、そのタイミングとかは、 いやこんな曲誰でも書けんじゃんとか、もうだ、誰だってできるっしょこんなのっていう風に書かれたりしてて、おお言ってくるなと思ったんですけど、どん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 海外の人が見てくるタイミングとかで、どんどんこう、手のひらが変えたかのように、あの、いい風なコメントが増えてったんで、ああみたいな。そうか、ってなったっすね。<laughs> 以前よりまして向上心気合を売れるため缶コーヒー飲んで向かってるスタジオに洋服もドラッグも高級品いえ、yeah、悪いことしてもダサいことはすんだそれでいて輝くこの文化天使とは熊の居住空間から作っているこの音楽まあ常に目標を構えることですかねなんか無鉄砲にやるっていうよりかはもう次はこういう風にするっていう目標があれば それに対して今は自分が何するべきかっていうことを考えることができると思うんで。で、そこに対してちゃんと順次していけば、それをモチベーションだったり向上心だったりにつながっていくと思いますね。まあ、これはライブとかですけど、手袋とかしてますね。でもうスイッチに変えるような気持ちで、仕事ももうライブするモードに入るためにするとか。 はそういういいいルーティーンに近いものかなと思います、ね、結構今日は普通にそんなかけてもないですけどコムデ・ギャルソンとサロンモのスニーカーとあの自分の,その友達で渡るくんっていう人がいてその人がノーマスプロドっていうあのデニムを再構築するブランドやってるんで,でそのデニム のパンツとあとこれはワコマリアとかあワ,ワコマリアのそうですねレイヨンのチェックシャツですねにまあ結構普通に好きな古着屋で買ったあのヴィンテージの T シャツですねバイカーよりのそのやつですね。 アクセサリーはそうっすね。シルバーですね。シルバーのこういう機械というか、チェーンのやつと、まあ、クロムのブ,ロスブレスレットと、あと、まあ、これもノーマスープロドっていう、渡るくんがやってるやつのリングですね。まあ、大体シルバーですね。 は、そうですね。毎月ぐらいですね。ふとした瞬間に、あいや、行こうって思って行く感じになりますね。根本的にはあんまり変わんないかなとは思いますね。あんま明るめな服着てるよりかは暗い服の方が多いですね。あと、ちょっとグランジっぽいものだったり、ちょっとアメカジに寄ってる部分も多いのかもしれないですね。 まあ、バレンシアガの、ああ今バレ、バレンシアガのベルトとかはつけてるんですけど、そうですね。それとかで思ったんですけど、バレンシアガは何着か、あの、デザインとかパーカーとかもそうですけど、欲しいなとは思ってますね。あとは、リック・オーエンスのバッグだったり、ダウンジャケットだったりは、 今後の季節で欲しいいなって思いますもう普通にケブクロウェストゲートパークよく見てたりしてたんでこのワードがすごいあの悪いことしてもダサいことすんなっていうのはまあ結構本当に悪いことしてもって まあ例えば薬物だったりなんだあの何だったりってまああくまで人に迷惑かけてなければ僕はいいと思うんですよ。でも詐欺をするだったりあの人に迷惑をかけたり人に被害があることをやったりするのってそれはもう悪いことの中でもダサいことになっちゃうことなんでなんかドラッグをやろうが何だろうがいいけど人に迷惑をかけたり。 あの嫌な思いさせるようなことをするのはダサいことだよっていう意味合いですね。でそれでいて輝くこの文化っていうふうに思いますね。だからまあかっこいいことしながら、まあ、悪いことしててもかっこいいことしながら生きていけよっていう意味ですね。よくあ,のあるじゃないですかあの天使。自分の中で天使がいて 例えば財布を拾ったら、それは交番に届けなさいとか、こっち、あ、あくは、いや、そんな盗んじまいよ、みたいな。そういうふうに自分の中で葛藤してると思うんですよ。その、せ、なんか、自分の中で。なんか、いいことだったりの方面だったり、いや、そ、もうちょい悪いこととかっていうふうに。で、そういうふうな考え方だったりが出てくるタイミングの中で、そこの中から作り出してる。 音楽かなっていう風にもう言葉通りなんですけどそういう感じに考えてますねお前も既になっている精神的病気誰にもバレないように深くかぶるフーディその男巨帽につき来たのたけし怒らせたらへし折るお前の首結構日本 いうい国自体精神的に病みやすい国だなとは思うんでやっぱりなんか人の目めっちゃ気にしちゃうとかいろいろあると思いますしまあそういう部分でも、うん、まあやみやすい環境が多分すごい多いなと思うんで,でそういう意味で使いましたね。 そうですね。昔ほどは多くないんですけど、やっぱり、ふとした瞬間に、そうですね。落ちたり、落ち込んだりすることもあったりするんで。あるべく、でも、関わりたい人だけ関わって、で、まあ、相談したり、まあ、あと、完全に一人の時間を作っちゃうとかもありますね。一人で。 サウナ行って、えー、汗流して、で、その後一人で映画見に行って、で、なんかマッサージ受けに行って、で、一日終わって、で、飯食う、普通になんか一人である程度いいもんちょっと一回食ってみて、で、この状況だったらもう、まあ、これぐらいなんか普通に満喫できるんだったら大丈夫だろうっていうふうに、モチベーション保ってます、ね 結構やっぱりむ昔に比べたら話しかけられることもだいぶ増えたと思うんででそういうふうに話しかけられたくない時もやっぱあるんでなので歩いてるタイミングとかフードを深くかぶったりすることもありますねまあ時と場合によるのが本当にあるんですけどそれこそもう深くフードかぶってる時とかは 話して、話してこないで欲しいと思ってるから <laughs>、そういうふうにしてる部分もあると思うんで。まあ、でも、だからといって、それで話しかけてもらえること自体は嬉しいとも思うんで。まあ、よっぽど機嫌悪くなければ、普通に写真撮ったりするっすね。めちゃくちゃでも舐め腐った感じで、ライブ終わったタイミングとかで、 多分もう自分よりも明らかに年下なんだろうなっていう若い子からさっきのライブよかったやって言われてお前誰だって思ってなったりすることはあったりするっすけど、はい、まあでもまあ良かったんだったらいいわみたいな感じだったりするまあ単純に映画が好きなんでそういうふうに うん、あの、映画らしいワードだったりは入れたかったなと思ったんで。まあ、あとはもう本当に怒らせたら、もうそれぐらいに暴れるっていうミーニングだったりがちょうどうまくハマるワードだったんだなと思います、ね。偶然だと思いますね。でもなんかまあ、お互いにそういう映画とかの でも本当になんか分かりやすくそれが伝わる部分ですよね。硬派だっていう部分を菅原文太っていうワードにするだったりはすごい面白いなと思います、ね、でもめったに怒らないですね。そんなに怒ったりしないです。だいもうれ静かにしてます。<laughs> 昔からだと思いますね。 あんまりそこまで気は短くはないと思うんでなんか変な絡み方されたとしたらまあ距離置いとこうとかぐらいにしか思わないっすねお疲れ様でしたお疲れでしたお疲れでした ファーストアルアバムレザディクションリリースして、なんかリリースした後にこう変化、自分がこうアーティストとして成長したなとか、まあそうでなくても何かしらこうオーディエンスの反応だったりとかで変化を感じることってありますか？うん、そうですね、ライブはより良くなってきてるなとは思いますね。でもやっぱりそうですね、楽曲を作ることにおいてはスランプにだったり、これで合ってるのかなって俺って。 っていうふうに自問自答する時間はありますね。もっとかましたろうっていう時もありますね。まさに今こう、例えば音源作り始めましたとか、ラッパーとして活動を。あの、今まさにスタートしましたみたいな。はい、あの、アーティストの方にアドバイスするとしたら、どんなアドバイス投げたいですか。うん、とりあえず、めちゃくちゃ作ったほうがいいですね。もう、作って作って作って、で、そのな、それで。 削られてったものが自分に最終的になると思うんでもうひたすらにレコーディングして、まあ、可能であるんであれば機材も自分で揃えて自分でミキシングだったりもやって編集ができることによって見えてくる世界もあると思いますしでどういった部分をこういじった方がいいのかどういうイコライザーがいいのかとかないろんな部分を学んでやってった方がいいと思いますね そ,そしたら逆にエンジニアの人と一緒にスタジオ入ったとしてもこのプラグインを使ってこういうものをこうしてっていうふうに自分でその理想の音だったり作りたいものだったりを作る作り上げることが楽になると思うんでなんでまあ一番いいのはやっぱ自分でひたすらにレコーディングをして感覚をつかむことだと思います。 やっぱマジな話以降、で、今回のレザレクションとか、特にそのボーカルワーク。が、また、はい、なんていうんでしょうか。洗練されたというか、なんかそういう細部へのこだわりっていうのが、やっぱり感じられたんですよね。<あ>なんか、そ、<の>そういうところも、なんか実際意識したっていうのはありますか。ですかね。でも、いろいろと。そのプラグインだったりは、エンジニアの人からも、結構やっぱ教えてもらうことが多いので。で、そういったものを、まあ。 こういういにあんまり使わないプラグインだけどこういうのを、ね、海外では使ってるものが多かったりとかこういうふうなプラグインがあってっていうふうに教えてもらってちょっとこのプラグインを逆に使ったら何か面白いことできるのかなっていうものをあの選んで作ったりするようなこともありましたね。 じゃあ今後も秀吉さんご本人もそうだし東京ヤングビジョンもどんどんこうサウンド的にも進化していくっていう感じはありますか。そうですね。サウンドとしてもどん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 クオリティは上がっていくと思いますね。今後。なんかこうどういうどうやばくなっていくっていうのはそれこそ T. y V. のみんなと話したりもしますか。今後まあ。ちょっとやっぱり期間的にも。 難しかった部分はいろいろあったんですけどまあミーティングして今後の方向性だったりも固めていってなおかつなんか理想的な部分にどうやったらそういうふうに近づけるのかはみんなで話し合ってどん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 いい形にしていきたいなとは思ってます そのみんなでミーティングしたり、話し合うっていうのは、結構昔からずっと続けてるんですか。それともここ数年、特に増えたみたいな、なんかお大人になるについて、そういう機会も増えたみたいなのってあります。うん、一時、それをちゃんとやっていこうって思って、やり始めた部分あったんですけど。まあ、タイミングで、ちょっとそういうのがなくなってきてしまっていたので。まあ、今はもう、本当に各自ソロのリリースだったり。ええー、まあ、クルーでの。 東京ヤングビジョンとしての作品作りだったりもうあるんででそれを全部集結させてどういうふうに今後やっていくかっていうのはちゃんと真面目に話していかないと後がつっかえるなって思ってるんでそこいうふうに今後はしていく感じではあるんですよねでもいい方向になんか変わってたなとかいい方向に進んでるなって思うことは多いですかそうですねやっぱ各自そういうふうにやっていく部分では 出てくるかなといい部分が。今感じてる。You fall here。幸せに包まれていた。大体のことならまだねば、mind。いつか終わってしまうこの時間。誰々がインスタグラマーで有名。誰々がティックトッカーとか全部クソどうでもいいと思ってるんで、そういうもの。 とかは、じゃなくて、常に自分と話して一緒にいる人間以外と、なんか仮染めの友情関係みたいな、別のそういうものとかはいらないと思ってるんで、金稼いで本当にそういう自分の周りにいる友達とかと入れれば、それで、なんか、そこで愛情を育んでいくみたいな。